めちゃモテないサックス、ゴーゴー純さん、じゃんじゃん、始まるよ。皆様おはようございます。こんにちは、おばんでございます。サックスの近藤純と申します。知っている人は知っている、初めての会う方は、来週日曜、初めて会う方ですね。はい、はい、そんなわけで、まもなく令和がやってきて、そしてゴールデンウィークがやってきますね、皆様。どちらかへ行かれるのでしょうか。私はずっと家におります。時間があるぞという方は、私の YouTube チャンネルを1回目からずっと見ていただくと、軽く2時間くらいは行くのではないかと。だいたい5分なので、もう48回、9回目なんで、かけていくと、2時間は行くね。5分かける48回だから、200、1本くらいなんでしょ。その丸6時だから、ほら、3時間は行くね。はい。そんな暇はないよっていう方は、はい、どうぞ。それで結構です。私、時々振り返ってみるんですけど、なんとその最初の頃はもう喋れてないんですね。やっぱり恥ずかしいっていうか、もうなんかすごい暗いんです。でも最近はなんかこう、流暢にこう、行くようになりまして、皆様のおかげです。この、ちょっと、この、今の回が遅くなりましたのは、今、絶賛カラオケをちょっと作っている準備をしていて、トモコ大先生が今すごい詰めてる段階なものですから、申し訳ありません。また、はっきり詳しく決まりましたら、皆様にご報告いたしたいと思っておりますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。今日はですね、なんと、私が大変お世話になっている、シャンソン界ではもう知らない人はいない、ピアノの、ほいで、アレンジャーの、ほいで、作曲家の、和田のりひささん。和田のりひささんは、みんなから、どんちゃんって言われてるんですけど、どんちゃんは私の YouTube をいつも見てくれていて、この曲はなんか夜中に夜景見ながらこうできた曲らしくて、アコーディオンの桑山哲也さんのために作ったという曲でございます。それをたまたま聴きましたら、なんでこのかっこいいんでしょうっていうか、こう、なんかこう来るんですね。どんちゃん、この曲 YouTube で演奏してもいいですかって言ったら、いいですよって言ってくださいまして、で、アコーディオンの桑山哲也さん、桑ちゃんって僕言ってんですけど、桑ちゃんのところに連絡して、これ YouTube でやってもいいんですかって桑ちゃんに言ったら、楽しみしてますなんて言ってくださったので、今日はその曲を演奏したいと思います。ミッドナイトオサ。どうぞ。ミッドナイトボサをお送りしました。なんて素敵な曲なんでしょう。どんちゃん、
ありがとうございます。今度の曲は A A B C C アドリブ、それで B みたいな、あの言ってる意味わかりますでしょうか。A が8小節、もう一回繰り返して8小節、B が8小節、C が8小節繰り返してアドリブを長くやって、またメロディーに戻るっていう、本当はそういうサイズなんですけど、それをやってしまうとものすごい長くなってしまうので、A B C アドリブちょいっと C みたいな。すいません。この私の YouTube はコンパクトなものですから申し訳ありません。このサイズにいたしました。そんなわけで。今日は、トモコ大先生と二人でお台場行って買い物してきたんですけど、ゴールデンウィーク前の平日ということで、お客様も少なく、ゆっくり買い物もできました。どうぞ、今のうちにお買い物に行ってはいかがでしょうか。なんちゃって。次回は、予告しちゃいますけど、平成最後の私のチャンネルの放送ということで、トモコ大先生にリクエストされました、男は辛いよのテーマを演奏しようっていうふうに思っております。どうぞご期待くださいませ。ではまた。ゴーゴージュンさん、じゃんじゃん、また見てねー。